録画は開始されてるかな？大丈夫かな？よし！というわけでね、今回はちょっと動画編集ソフトの話ですね。なんか、もう最近ね、外出自粛でね、昼夜逆転してるんですよね、ほんまに。ね、まあ今ね、こう今、まあ深夜の2時26分ですね。んで、まあ多分明日起きるのは、多分12時ぐらいですかね、多分。12時までは多分寝てると思います。はい。あ、というわけで本題に戻っていきましょう。動画編集ソフトの話なんですけど、ちょっとね、私がね、結構愛用してるソフトがあるんですよね。それが、Windows Live Movie Maker ってやつで、Windows 8.1までは標準搭載していたやつなんですけど、まあ、Windows 10は入ってないけど、まあ、ダウンロードして使ってくださいって感じやったソフトなんですけど、確か2017年ぐらいやったかな。なんか、配布終了して、なんかサポートも終了しちゃったんですよね。ほんで、まあ、ちょいだからもう言ってると思うんですけど、ちょっと、まあ、要するにね、BV ですね。なんか動かなくなったって言ってたんですけど、まあ、それがですね、ちょっと、別のね、OS とかも、なんですけど、ハードディスクごと変えて、もう全然別のパソコンにしちゃったんですけど、まあ、動いてくれたってことなんですけど、そのムービーメーカーのね、インストラーをね、消しちゃったんですよね、間違って。いかなる方法でちょっとね、もう一回ダウンロードできないかなと思って、ちょっといろいろ探してたんですけど、ちょっとね、非公式で配布してるサイトっていうのがあったんで、ちょっとそこを見ていきます。まずで、あ、間違った。調べたんでありますね、ここに。結構ね、そういうサイトがあるんですけど、この中には、ちょっと悪意のあるようなサイト、まあ、要するに詐欺とかですね、要するにこれは本当は有料ソフトだったんで、まあ、何万請求しますみたいな。そういうなんかちょっと悪意になるようなやつもあるんで、ちょっと今からね、こう出す、ここのサイト以外はもう絶対見ないようにしてください。ここの他のサイトでは、絶対にダウンロードしないでくださいね。というわけでね、今押しましたけどね、このサイトですね。Windows Movie Maker ダウンロード、日本語版、日本語化不要。Windows Movie Maker 無償の動画編集ソフトで、これは無料でダウンロードで、なんちゃらなんちゃらって書いてありますけど、ここ押してら、ダウンロードできるんですね。ちょっと遅い場合は、こちらを押してくださいって書いてありますね。ああ、出てきましたね。これ、ここ分かりますかね、ここ。Web アーカイブから保存しますか、実行しますかって書いてあるんですけど、これ、アーカイブからね、こう、ダウンロードするってことなんで、これ比較的多分安全だと思います。っていうのもね、こう、まあ、要するにこう2017年までで、ね、これを実際、マイクロソフトのね、ページでまあ公開してたわけなんですけどね、そこをまあアーカイブとしてね、こう過去から引っ張り出してきてるってことなんで、まあ、要するにね、勝手に個人の人がまあネットにアップロードして、それをダウンロードするってことではないので、まあ、まだまだ安全だと思いますね。で、ダウンロードするのが Windows Live Essential 2012って書いてあるやつですね。2012ですけど、まあこれで最新版です。まあ Windows 10が2015年に出たので、まあ、十分最新だと思いますけど、実はね、ちょっともうダウンロードして、ちょっとデスクトップにね、これ Exe ファイル、セットアップオールって書いてあるやつをもうここに出してあるんで、こいつを実行していきたいと思います。こいつを実行して、まああれですね、インストールしていくって感じですね。まあ、インストールの準備をしてますと出てきます。まあ、エッセンシャル系のやつをね、全部インストールするっていうのもあるんですけど、まあ、あまりこの辺使わないかなってことで選んで、この辺はいらないですね。エッセンジャーメール、ライターっていうのもいらないですね。ほんで、フォトギャラリーとムービーメーカーっていうのを
インストールします。これ一緒になっちゃってるんですけど、まあフォトギャラリーっていうのも綺麗に、ね、写真が読み込めるんで結構おすすめです。でこの際に一緒に入れてみても全然いいと思いますね。でちょっと待って、もうちょっとしたらきっとできると思うんで、はい、あそろそろできるかな、そろそろできるかな、結構時間かかった。やっぱり本体の性能が落ちてきてるんかな、ハードディスクの問題なんかな。こいつらを起動するにはまあ閉じるをクリックしてくださいって書いてあるんで、でもこれでねあいつらが動くようになったと思いますね。まああいつらって言ったらまあソフトのことですけど何もかも擬人化するねちょっと癖がついちゃってるんで、うん、というわけで追加されてるかちょっと確認してみます。あ、ここにあります、ムービーメーカーって書いてありますね。うん、早く起動して、うん、なるほど、まあこれは各自読んでください。まあこの辺はもう関係ないようなもんかもしれないですけど、これはもう結構パソコン初期化するたびに見てるんで大丈夫ですね私は。というわけでソフトが立ち上がりましたね。というわけで、ちょっとね、ちょっと行かれてしまった方のね、ちょっと、まあこれ、なんか変なユーザーネームですけど、まあ気にしないでください。これが、ちょっとね、もともとこのパソコンに入れてたハードディスクを、まあ外付け化して、今ちょっとね、中を見てるって感じですね。というわけで、早速ね、ここの動画をね、ちょっと読み込ませてみようと思います。これでいいかな。ちょっとね、やっぱり外付けのね、まあ、とこから引っ張り出してきたり、あとはちょっと長かったり重かったりすると、読み込みに時間かかっちゃいますね。で、ここでね、分割したりとかして、まあ、短くしたりとか、ほんで、まあ、別の動画を、まあ、例えばね、他に何でも、私が撮ってきたね、223系のやつをね、まあ、いっぱいあるので、まあ、この辺からね、適当に、例えば、どれが短いかな、これは短い、多分これは短い。で、まあ、こうして、まあ、2つ今、動画を追加したんですけど、まああとはねこう BGM とかね、まあ、これもなんか多分ミュージックホンの音なんですけど、こうやって音を追加したりとか、まあ、ここに文字を入れたり、まあ、ここに例えば文字を入れて、あとはこう縁をつけたりとかね、こうあとは縁の色を黒にしたりとか、まあ、いろいろとねできます。でクレジットでとこ押したら、まあ、写真でも動画でも何もないようなやつが追加できますね。まあ、ここまあ黒だったり、まあ、ビデオツールから別に色変えれますね。緑にしたり青にしたりとかできますね。もともとこのソフトはね、Windows がね、出してるね、マイクロソフトが出してるソフトなんで、無償で結構便利なソフトだったんですけど、まあ、今はね、こう、サポート終了しちゃったとはいえ、結構、すごく便利だと思うんでね、こう、アーカイブからでもダウンロードしてみるのは結構いいことだと思うんで、で結構、ここにロゴが入るようなソフトを使ってる人とかいると思うんですけど、結構、ちょっと無理やり感ありますけど、まあ、このソフトを使ってみるといいと思いますね。
まあ、あとは、フォトギャラリーでも見ていきますか、ちょっとね。というかね、ちょっと、ピクチャーってとこを出してきたんですけど、これは多分、嘘伝動画で使った画像ですね。多分、そのままだと、なんか違うやつで開くと思うんで、プログラムから開く。ちょっとこう、多分、JPEG を常にっていうのを規定にしたいんで、これでフォトギャラリーを規定で JPEG を開けるようにして、で、早速開いてみます。こんな感じでね、画像を結構綺麗に、かつね、結構素早く読み込んでくれるんでね、多分 Windows 10入ってるやつよりは、全然便利だと思います。綺麗に、結構使い勝手もいいんで、この2つのソフト結構入れてみるといいと思いますね。Windows 10でも全然使えるんでね。というわけでね、ちょっと今回動画、ちょっとね、動画編集ソフトに関する動画だったんで、これに関して終わっていきたいと思います。